こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから私の気になったことをピックアップして、皆さんにお伝えしなきゃってことを、日本びいきでお送りしていきます。最後まで見ていただけたら幸いです。気に入っていただけましたら、チャンネル登録&グッド、お願いします。アニメ、ダンダダン、が始まったのが嬉しいまりなです。本日の最初のニュースは、なんか変だよ。一人当たりの GDP は日本より高いとホルホルしてるのに、一方では、こんな報道が。渓谷の国民157万人、所得のすべてを、借金返済、に。2024年10月4日、ワウ、コリア。渓谷では、所得のすべて以上を元金取り締の返済に充てている人が160万人に迫っていることが分かった。渓谷国会企画財政委員会所属のチェ・ギさん、共に民主党議員が渓谷銀行から入手した資料によると、今年の第二四半期4から6月末における家計債務者1972万人のうち、年収の 70% 以上を借金返済に回している人は275万人 13.9%で、そのうち157万人 7.9% は年収の 100% 以上を元利金返済に充てている。チェ議員は、所得や信用度の低い脆弱債務者の約3分の1は困難な返済により生計が困窮しているとし、金融当局は家計債務者の債務負担などを綿密に点検し対策を講じるべきだと指摘した。以上。すごいなこりゃ。所得のすべて以上ってどういうこと？さらに借金して借金を返すってことですかね？それって生き地獄じゃないですか？生活費はどうするんですかね？それも借金。おそらくこの人たちは犯罪に手を染めるしかないじゃないですか。恐ろしい。返済をする行為だけでも褒めてあげたい。くくく。もう特性例を待つしかないのね。残念な人たち。日本は一切関係ありませんから。さて、本題に入りますか。本日は、渓谷、内需拡大に舵、計画を立てるのは自由、でも財源はない、助けて石破さん、です。渓谷政府、民間建設投資30兆ウォン拡大、全方向の内需浮揚へ。2024年10月3日、中央日報。渓谷政府は内需不振が続いている投資、建設、消費各分野の回復のための追加対策を打ち出した。予定されていた24兆4000億ウォン、約2兆7000億円規模の投資事業を今年着工できるように繰り上げ、民間が30兆ウォン規模の建設投資を拡大できるようにする法案を主な内容として入れた。ちょっと待った。この財源はどこからなの？政府が中央銀行から好きなだけ借りるのね。それって大丈夫なんですか？政府も国民も借金まみれってことですよね。渓谷政府は2日、経済関係長官会議を開いて、最近の内需景気点検及び対応方向を発表した。政府が内需活性化対策を出したのは、最近の輸出景気好調に内需回復がついていけていないと認識しているためだ、中略。渓谷政府はまず、投資部門に今年10から12月期中に24兆4000億ウォン規模の現場待機投資プロジェクトの稼働を支援することにした。すでに発表された大規模投資事業の主要事前手続きを早期に完了させて着工に入れるようにするという意味だ。中小・中堅企業の投資拡大も誘導する。中小・中堅企業に適用する臨時投資税額控除を2025年まで1年追加延長することにした。まさか石破を当てにしてるんじゃないですよね。なんかありえそうな話になってきましたね。想像ができてしまうところが恐ろしい日本の政府です。とにかく日本は関係ありませんから、好きなようにやってください。特に不振を強いられている建設部門に対する支援も強調した。差し当たり年内の公共機関投資を増やす。下半期の経済政策方向と中速民生対策当時追加で発表した7兆ウォン規模の公共機関投資にインフラ投資など1兆ウォンを加える方針だ。渓谷政府はまた、今後5年間、
民間の建設投資を30兆ウォン増やすことを目標にした。具体的には保証供給を増やしてインフラ事業に投資するファンドを新設して民間資金の流入を支援するという計画だ。高騰する建設工事費を安定化するプロジェクトも合わせて発表した。過去3年間で 30% 上昇した工事費上昇率を2026年までに都市 2% 前後に下げて管理することにした。革新資材の需給価格安定化のために業界の自立協議を誘導する一方、業界の不公正行為の点検にも着手する。建設人材需給のために外国人材の建設現場間の移動を許容するなど制度改善を推進する。以下省略。計画を立てるのだけは自由ですからね。 K-POP に投資して内需を育てなかった罰だね。今から外国人観光客を釣るしかないんじゃないの。でも一度行ったら二度と行きたくない国だしね。まあ自称先進国なのですからせいぜい頑張ってくださいな。そういえば新興国市場に属する K 国は2008年から何度も MSCI 先進国市場への組入れを目指してきたのに今回も失敗に終わったそうですね。新興国市場でも台湾に抜かされちゃったしね。 GE とは夢のまた夢。はっきり言います、日本と K 国は一切関係ありませんから。東京の友達を案内して三島のうなぎの美味しい店に行ってきました。激うま、奮発した甲斐あり。やっぱり三島のうなぎが大好きなマリナでした。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんいろいろなご意見がありますよね。コメントご意見お待ちしています。伊藤マリナでした。またお会いできるのを楽しみにしています。気に入っていただけましたらチャンネル登録&グッドお願いします。チャンネル登録&グッドお願いします。メンバーシップマリナ支援もよろしくお願いします。